タクワパー軍はタイ、南部の軍の一つ。タクワとは、タミル語で、鉛を意味する、タコラムから来ていると言われる。パーとはタイ語で森を意味する。旧称は、タコーラーでこちらは、タミル語で筆長化を意味する、タコラムから来ている。日本語では、タクワパー、タクアパなど、表記揺れが大きい。タクワパーの中心地の西に高架を島と呼ばれる島があり。 ここではバーン君ンと呼ばれる遺跡があり、タイ人、入植前にも人間が存在した。タクアパアに関する記録は、古くかからあり、ミリンダ王の問いにも言及がある。また、2世紀の地理学者、プトレマイオスもクレセチャーシニーズスの誓願に、タッコラという史上があるということに言及している。また、13世紀、シュリービジャヤ王国の時には、 タコーラーの名前にも見られるようにタミル人の入植の可能性が考えられている。その後タクワパーはナコーンシータンマラーと王国の属国であったが、1982年タクワパーは県となりモントンプーケットに編入された。その後1931年にパンガー県に吸収された。その時タクワパーはタラートヤイ軍と呼ばれていたが、タクワパー軍へと解消された。 タクアパー郡はアンダマン海に面する。自然が豊かであり、郡の北部にはシーパンガー国立公園、南部にはカオラックラムルー国立公園がある。校舎の国立公園にはカオラックと呼ばれるビーチリゾートが含まれる。カオラックを含めスマトラ島沖地震による津波では、郡内の海岸一帯で大きな被害を受けた。交通は国道4号線が南北に伸びており、 北は、ラノン方面に南は、プーケット方面に伸びている。また国道401号線が東に伸びており、スラウトターニー方面と通じている。また、国道401号線から国道4 0 9十号線が南に伸びており、パンガー方面に伸びている。軍内の経済は、漁業や牧畜などの第一次産業によって支えられている。タクアパー軍は八のタムボンに分かれ。 さらにその階に51の村がある。軍内には一つの停車バーンがあり、停車バーン無安タクワパーとして、タムボンタクワパー全体をカバーしている。軍内は6つのタムボン行政隊により、行政が行われている。なおタムボンタクワパーは前日の停車バーンが行政を行っており、タムボンタムツアは他の近隣のタムボンの行政隊が行政を行っている。ありがとうございます。